はい、どうも、しょうてぃみでーす。そして、ずかでーす。はい、ゆっきーでーす。はい、絆のぎさでーす。はい、お願いしまーす。はい、というわけで本日は、翔平図の大会試合ということで、集まってもらったんですけど、2時間空いてますんで、この間にグローブ紹介しちゃいましょうってことで、やっちゃいます。はい、じゃあまずね、先に、ずかさんいこう、ずかさん。はい。はい、今回ずかさんが持ってるグローブは、はい、こちら。さすが。大久保の、キャッチャーミットです。大久保、はい、大久保のキャッチャーミット。はい、大久保っていう大久保くんの？大久保くん？大久保さんの。大久保くんは？大久保かよこ？かよこ？かよこーって。かよこ？大久保っていうメーカーですか？大久保っていうメーカーです。なるほどね。確かこれタグついてますよ。切んないと。これタグ切んないと。これ違うんですこれ。違うんです。あ、違うんですこれ。ブロッキングした時とか、はい、手首にこう直接当たらないようにの。やつらしいっす。そんなのっすか。これ自分の。これは僕です。はい、らしいっす。手が帽子。手が帽子。ちょっとこの辺気になるけど、この辺。この辺はちょっとするし。剥がれてきてますけど。え、これはいつ買ったんですか。これね、買ってないんですよね、俺。もらったんですよ。おお。多分これ YouTuber さんなんですけど、野球メダカさんっていう。おお。その方から。キャッチャーミットあげるよ。マジ。これが送られてきて。あの良平がテロップやるんで、あ、お願いします。良平がね、多分これなんだこれってなってるんで、補足をね。はい、そう、補足お願いします。補足をいろいろでも機能すごいですよね。そうっすね。カラーもすごいし、カラーもすごいし、これオーダーですもんね、絶対ね。オーダーですね。ちょっとはめてもいいですか。プラスチックもついてる。すごい、すごい。なんとかっていう止めるやつ。なんこれ俺もついてますよ、あっちに。そう、結ばなくていいっていうやつが、なんとかってやつもついてます。これあんのはびっくりした。これって他のメーカーやってなくないですか。やってないんです。見たことないです。どうする、キズナさんは。いや、できますよ。できますか。できますよ。柔軟、柔軟、なんでもできますね。さすがっすね。はい、じゃあこれを達成してください。はい、ありがとうございます。では、お次、じゃあユキ行こう。はい、はい、田村くんです。どうもお願いします。じゃあ田村くん、今回持ってきてるグローブは僕のはこれです。お、じゃあ、いいっすね。これはこれはナニックス。まずナニックス。ナニックス。あ、アシックサです。アシックサ。ちょっと匂いが出ちゃってる。違うか。アシックスのダルビッシュモデル。ダルビッシュモデル。ダルビッシュモデル。いつ買った？2、3週間前にスポーツショップで、はい、大きさ的にちょうどいいなって思ったんで。少年用の、少年男子用。少年男子用のグローブです。おお。でもなんかちっちゃめだけど、なんかフィットしてる感じ。そうですね。サイズ感フィットしてて、取りやすいし、投げやすいし、いい感じですね。はい、結構値段しましたか。9000円です。9000円誰で会社で買えるの。9000円の会社、もういい時代だな、ね、本当に。で、この後の試合でピッチャーとキャッチャーということで、これを実際に使って試合をするということで、こちらの方も注目したいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。では、キズナグローブの伊勢さんです。いきます。お願いします。いきます。なんか見たことあるな、これ見たこと多分あるかもしれない。はい、一番最初のこれが、かわいい。はい、キズナグローブ、キズナグローブです。僕もオーダーしました。良平もクリッチもエガもオーダーしてます。します。はい、はい、で、これはどういう特徴がありますか。外野でメッシュです。多分めちゃくちゃ軽いです。軽いですか。あ、あ、これ軽い。あ、これ軽い。あ、あれ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 、あ、取っちゃった、取っちゃった。結構軽いですね。はい、はい、これはあれですか。ここ全部メッシュ、メッシュ、メッシュ、メッシュ。これはどうやって手入れはするんですか。これはブラシでさっさとやる感じ、やる感じで、まあ、内側だけ、もう補給面だけやるような感じで、うん、なるほど。で、この紐、赤いのもやっぱあれですか、アクセントとして、アクセントとして、そうですね、ワンポイントで。なるほど。これはおいくらですか。2万3000円で。マジっすか。できます。2万3000円っすか。安いっすね。バット買えないよ。レガシー買えないよって思って作れんのか。レガシー買えないよ。レガシー2個分。2個分っすね。小田なんでしかも、うん、安いかなと。レガシー2個分じゃないですか。レガシー2個分。グローブ2個分。レガシーはグローブ2個分だ。いや、でも本当にこれ僕も使ってますけど、生配信でパタパタしてしながらやると、そのなんすかみたいな、ガチャガチャしてる。俺のはね、ガンメタというか、あのピカソモデルって言ってます。で、納期どれぐらいなんですか、オーダーしたら。今、6ヶ月ぐらいかかってますね、ちょっと。じゃあ、オーダーすんのやめましょう。やめちゃう。やめちゃう。6ヶ月か。6ヶ月ほどかかってます。クリッチのがまだ今。じゃあ、クリッチはどれぐらいですか今。クリッチのはまだまだ
先かなと。工場の方も結構こう ね、人気でパンパンらしいので、はい、もしで気になった方は絆グローブの方をオーダーしてください。でリサさんのインスタとか絆グローブインスタありますので、動画の概要欄でチェックしてください。でお二人もこれから YouTube 始めるそうなんで、なんかまあ始める作業をしてるんでまだいつ始めるか、そろそろ来年かもしれないですけど、今後ねコラボすることもあると思うんで、その時はまたよろしくお願いします。はい、というわけで本日はこの3人のグローブを紹介しました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。そうそう、でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、ね、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、パワー自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。